猫パラ。おい、あれは一体何なんだ？最近ずっとあの調子でうぜんだけど。お客さんがいるときは割と普通なんだけどね。恋だよ、あれはきっと恋。ため息が多いのは恋って聞いたことあるもん。おう、よしよし、ショコラはほんと愛おしい。よし、じゃあここは私に任せて。めいちゃん、めいちゃん。うん、何？今日はね、今日はとってもいい天気なんだって。雲一つない青空なんだって。そうなの。暖かくていいわね。東京平均株価は調子いいんだって。そうなの。投資家が喜ぶわね。他にはね、モンシナ、さっき任せろって気張ってたけど、一体なんだありゃ。シナモンは謎多き猫だからね。実際よくわからない。あのね、あのね、あのね、めいちゃん、ペンギンって実は膝を折って歩いてるんだって。だから足伸ばすと実は足めちゃくちゃ長いんだって。そうなの。じゃあ足伸ばして歩けばいいのにね。猫舌って下の歯茎に舌先を隠して飲むと熱いの飲んでも舌やけどしないんだって。そうなの。冷ませばいいじゃない。見て見て見て、ここに適温95度の入れたての紅茶を用意したんだ。めいちゃんほどじゃないけど私も熱いの苦手だから実験してみるね。こうやって舌を歯茎の裏にしまって、敏感な舌先が熱いのに触れないようにして飲むんだよ。敏感な舌先を隠して、舌先は敏感だから、とても敏感だから、そういうのやめた方がいいわよ。一応営業中なんだし。びっくりするくらいノーリアクション、ノーリアクションだよ。シナモンお姉ちゃんが不憫だよ。よくわかんないけど、ショコラは頑張れる念を送るよ。頑張れシナモちゃん、頑張れ。めいちゃん、このまま一気に熱いの？シナモン、あらちゃん！汚いわね。そうなるに決まってるじゃない。いくらお人よしの歌唱でも。店の商品をおもちゃにしてたらクビにされるわよ。モンシナがあれだけ体張ってんのにノーリアクションかよ。鬼畜、メイプルは鬼畜。かわいそう、シナモンお姉ちゃんがかわいそう。頑張れ
シナモちゃん頑張れ。よし、こんなもんかな。はーい、お先にいただいてます。まあね、爪の手入れするとすっきりするのよね。形が悪いと気になってしょうがないし。別にどうもしませんよ。だから何でもないってば。なんでケーキ屋なんてやろうと思ったの？だってさ、実家だって結構な和菓子屋の老舗なんでしょ？昔から修行だなんだって結構厳しくやらされてたらしいじゃない？それなのに家を出てまでなんでわざわざケーキ屋だったの？いろいろね。別に話したくないならいいけど。じゃあさ、歌唱って猫好きなの？猫じゃなくて猫。私たちのこと。あ、そういう意味じゃなくて、猫にしか浴場できない人って意味で。いっぱいいるじゃない、恋猫が。だから、猫しか好きになれないのかって思っただけ。そんな感じよね。別に猫だからとか人だからとかって感じじゃないもんね。変なこと聞いて悪かったわね。休憩上がるわ。お先。
なさい。今のはため息じゃなくて、その、そう、漏れてた喘ぎ声っていうか。あ、そうですよね。ちょっと無理がありましたよね。カシオさんのパソコンお借りしてもいいですか？これ見ていただけますか？
私とめいちゃんはそんな感じかも。いえ、私はめいちゃんの親友でいたいってそう思います。私ですから。